みんな、僕大好き。ちょこっとイントロ流すから。俺は。お、バン、当てるから。バン、答えて。バン、で、手挙げて答えてください。で、あの当てた人はちょっとした検索があるので、お楽しみに。で、できればまあ一回当たった人は2回は当たんないからよろしく。で、今日の選んできた曲は私たちの好きな曲です。なんか2曲ずつぐらい好きな曲を選んできたので、まあ、あの答え合わせと一緒にこれ誰がこの歌好きですとエピソード的なものも聞いていきたいと思います。はい、行くぞ。こちらもわかんない。お願いします。お元気よ。はい。せえ、どうすればいい？ちゃんとまとめたとかいいですか？はい、はい、はい。合ってるかな？合ってるかな？正解お願いします。ドキドキ。そりゃそうだな。どうもしおりの桃香牛です思い出らしいな。はい、まあ、こんな感じで決めていきますので、結構簡単だね。なかったかな、私設定したの。サチコリーの優しさだよね、それは。あ、でも1曲目2曲目は簡単にしたんだ。私簡単にしたんだ。前の席2曲目も頑張って。はい、じゃあ2曲目行って大丈夫かな。じゃあありがとう、お願いします。はい、思い出とかは、これノリピの好きな歌です。なんかあります。おもころでしたらの回答とこれでした。え、ちょっと待って、私の時それ聞かなかったよ。めっちゃ聞いたんだよ、聞いたけど無視したんだよ。嘘やん。聞いたんだよ。まあいいよ、わかるから、みんな多分わかると思う。まあそうだね、これはこれだもんね。そうだね。はい、ということで、はい、2問目終わりました。で、3問目から何が難しいかというと、私たち曲選んできたんですけど、わざと桃じゃない曲ももう1曲選んできたんですね。よっしゃ、来たぞ。おっ、おっ、桃じゃない曲も入ってきたの。好きな曲入ってるので、みんなちょっと難しくなってくると思うので、出てね、出てね。はい、ゆめきくんお願いします。え、もう誰も待ってなくない？お、早い。あ、合ってるかな、合ってるかな。はい、正解お願いします続いちゃったんですけど、これを好きな曲、この曲を好きな曲で選んだのはナリピです。この曲何か思い出は？目覚ましです。
確かに目覚めそうですよね。可愛いね。可愛い。可愛いでしょ。これもそうだよ。ちょっと難しくなったでしょ。嫌いになる。ちょっと持ってない曲が入るから難しい。はい、天気贈呈です。そう、おめでとう。そう、ぜひ後ろの方の方も参加してください。手挙げてもらって、わざわざ中まで行くから意味はならないよ。あのちゃんと行くんで、私たち。はい、じゃあ次の曲行きます。ええって言っちゃった。はい、わかりました。お、じゃあ、ありがとう、買い方中心サンダーライガーで君の後合ってるかな、合ってるかな、合ってるかな。はい、世界お願いします。のてこです。おめでとうございます。すごい、赤から赤だ。最高じゃねえか。お、誰か傷飛んだぞ。はい、はい、今回この曲何か思い出がなんか。いや、もう最初のかなこのね、あの、そうだね、もう超好きっていう。のちゃん、あれ、かなこっぽい声できんだっけ。できない、やめて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 、できない、ごめん。はい、おめでとうございました。ちなみに今配ってる景品はお菓子が入ってます。あの、私がちょっとすごい個人的な話で青森に行ったお土産のチョコ、あ、あれ、あと、あとみんなのメッセージも入ってるので、そうそう、メッセージも入ってる。書いたんだ、だから大事にして。そうそうそう、だから、そうそう、食べたいんだけど、私が持ってきた時に潰れてたらごめんなさい。え、嘘、私潰しちゃった。いや、私が今日カバンに。あ、そんな感じ。まあ、まあいいよね。これ食べたら一緒だよ。ゆるくらだからね。はい、じゃあ次だけやってみてな。ウルトラミュージックパワー。私も知らなかったけど、それで、と思ったらしょ、これ絶対に。どうも、たくさま、ありがとうございます。ありがとうございます。いいね。あの、当ててもらわなかったら本当どうしようと思った。そうだね、よかった。この曲についていいよ、語って。え、いいの、本当にすごい嬉しい。あのね、長くなるけどいい。長いのは困る。あの、まあいいや。で、私の大好きなあの方がいらっしゃるです。はい、はい、そんな感じらしいです。はい、じゃあ次行きます。お願いします。小室サウンド今日もわかんね、全然わかんない。あれ、あれけど、で、わかんないな、わかんない。いや、難しい。これか、もうわかる人答えちゃったんだよね、きっと。わかる人、わかる人。え、お菓子いらないとかそういうやつ。